ですね、涼しさと爽快感を感じられるものを皆さんにご紹介したいと思います。まず訪れたのは1874年創業、老舗の和菓子店彩雲堂。メーカー若草をはじめ、季節ごとにこだわりの和菓子を生産販売しています。その彩雲堂で夏の和菓子として人気の高い満天が、今年17年ぶりにリニューアル。イメージは夏の夜空いっぱいにきらめく星。こしあんの羊羹と夜空を表す瑠璃色に染めた寒天を2層にし、幻想的な夜空を表現しています。今回その満天を作る様子を特別に見せてもらいました。まずは金粉を散りばめた船と呼ばれる型に透明の薄い寒天を流し入れます。そこに白い寒天を入れ、職人が絵を描くように散らし、夜空の雲を表現。黄色の寒天を加えて雲の深みを出していきます。次に夏の夜空を表す瑠璃色の寒天を流し込んでいき、さらに星を表す金粉を散りばめます。寒天が固まったところで小豆缶を流し込み、甘みを加えます。その状態で1日置いて固め、ひっくり返すと、幻想的で美しい満天が完成。夏の夜空のきらめく星や雲が見事に表現されています。一つ一つ手作りで作っておりますので、様々な星空の表情があると思いますので、目で見て楽しんでいただけると嬉しく思います。職人の思いとこだわりが伝わる一品です。じゃあ早速いただきます。もう見ても本当に楽しめるんですけど、味わいたいと思います。うん、すごい寒天部分はね、癖がないんですよ。で、噛むと小豆のこの旨味と甘みが出てきて、非常にね、二重三重に楽しめる。食感も味もね、これ視覚も食感も楽しめて、五感でこうなんか涼しさを感じられる。夏限定の和菓子満天、冷やして食べるのがおすすめです。またお店のカフェメニューには、かき氷、抹茶金時もありますので、和菓子と合わせていただくと、まさに涼しさ満点ですね。続いて訪れたのはヘッドスパの専門店。夏の疲れを爽快にリフレッシュできるとか。こんにちは。こんにちは。私ヘッドスパの専門店に来るの初めてなんですけど、どんな施術になるんですか？はい、心身のリズムを整えることによって、夏の疲れをしっかりとケアしていくスパとなっております。まずはカウンセリング、その人に合ったクレンジング剤やクリームを選んで施術に移ります。じゃあマブの方始めていきますね。まず音の確認からさせていただきます。はじめに専用のマシンで作られたマイクロバブル水で頭皮を洗浄。一般的な炭酸の2000分の1という細かい気泡で、毛穴の奥や髪の汚れを取り除いていきます。さらに香り効果のある泡と清涼感のあるクレンジング剤で頭皮と髪をクレンジングしながら弱めにマッサージ。夏の疲れやストレスが癒されますね。いいですね。結構夏バテなんかにもおすすめのスパになりますね。頭皮がすっきりしたところで、体に活力を与えるための強めのマッサージ。今日のスパは、強めのマッサージと弱めのマッサージを繰り返すことによってですね、乱れた体のリズムを整えていくスパとなっております。続いて温かいタオルで優しく頭皮を包み込み、体の回復力を高める弱めのマッサージ。お腹にいる時の赤ちゃん、気持ちいい。寝る、本当に。仕上げ前に再び首と肩を強めにほぐして施術完了。気持
時間良すぎる。はあ、もう本当に今も爽快です。頭もなんかこう気持ちもほぐれて、なんか夏の疲れが吹き飛んだような、はい、帰って速攻寝たいです。気分爽快、ヘッドスパで夏のお疲れをリセット。夏を心地よく過ごしましょう。